これね、ウィンできないね。もうすでに上がね、ピラだけ当たってるぐらいなんです。なのですごいでしょ、おりゃーって。ここまでワイドにしなくてもいいか、いいか。こんくらいでいいか。の、トピ。これぐらいのライトをつけないと顔が暗くなっちゃうな。ここまでフロントウィンドウだから、そっちがめちゃくちゃ明るいでしょ。でこっちが真っ暗になっちゃうでしょ。こんなもんでござんしょな。今度はこっち側に俺が行くんだね。前のやつはちょうどミラーのとこへくっつけちゃったかな、バックミラーのとこへつけちゃったかな。それは走行ダメだよな。なのでまあデルタウィンドウにサクションカップでつけています。ペタンコマジックアームダッシュボードから1センチ隙間空いてますが、このピラーの部分にもう頭だって、ファインダーのゴムが当たっちゃうぐらいになってますから、これ以上上に持ち上げるにはこういうの雲台をつけるしかないですよね。ここまで低い位置にマウントするっていうのはかなりしんどいでしょうね。これだけ離してで走行してもおそらく大丈夫、よほどガーンとならない限りはおそらく大丈夫でしょう。いけるでしょう、これなら。レンズの前に水準器がついてますから、ただいま水平です。自撮りするもんだからね。このカメラで自撮りするときはね、すごく水平が撮りにくいんですよ。カッと手にやってても少しこの辺を中心に撮るから、そうするとねどうしても曲がっちゃうことが多い。そうならないようになるべく覚える、手が覚えるように水準器をつけたら、こうレンズの下側、これで撮ったかな。こんな感じね。こんなところさ、くっついてます。ここだと運転操作に支障はほぼないですな。あそこのデルタウィンドウが見にくくなるだけ。左上のね、木のお守りにフォーカスがいっちゃうの変なの。あんな場所で踏ん張ってます。ここだったら、外れても、どうだろう、下までバーンと落っこちるかな。何か、引っ掛けておこうか。そうすれば、安心だろうね。レンズの下ね。この部分だと、見切れたりしません。サイドにつけるばかりないもんね。真上でもいいし、下でもいいし、下だな。下がいい。ちょうど、バリアブル ND の隙間のところに、マグネットが引っかかってちょっとポンってやった時だと落ちないようになったんですよ。ちょうど引っかかるんですね。なのでそのままこれで運用していこうかと思います。ただしレンズカバーがくっつかない。実際レンズカバーねつけないで運用していこうと思ってます。傷ついたら傷ついた時ね、買い替える、それぐらいの気持ちでやっていきます。撮ってるね。あ、これ見えてるね。このルームライトの表面にぺったんこ吸盤でくっつけて、ここにインスタさんの丸くっつけたりしてるんですよ。 GoPro くっつけたり、ここについてると GoPro なんかすごく広角に撮れるからいい塩梅で撮れるんですよ。ただちょっとねミラーがでっかく映っちゃいます。なので少し下げた状態で撮る。360だと長い細いからさ、ちょうどレンズの下の方へ行く、そうするとちょうどいい。また雨だね。このサクションカップつけっぱなしにしとこうかなとかね。つけっぱなしはよくないか。ただこの角度とか覚えておいて、だいたいこれぐらい覚えておいて、もっとこっちでもいいかな。そんなに変わんないな。前側に出してもいいんですけども、ちょっと届かない可能性が、もっとピラーにぶつかっちゃう感じですね。ちょっとやってみようか。いろいろ形を変えてやってみました。ポジションほとんど変わってないんですが、つけやすくなった。
マウントしやすくしたと、もうちょい上向くといいんですがね、もうちょい上向くとこうやっても頭ちょちょぎれないですもんだ。もうちょい真ん中がな、ハンドルの上この辺に来るといいんだかな。下向き加減なんですよ少し、それしかできないの。こっちへ持ってくれば、もうちょいこっちへ持ってくればいけるかな。やってみよう。助手席も少し映り込ませる。あ、こっち向ければいいんだよね、助手席いるときはね。こうやって無理やりこっち持ってきて、こっちは映ると。普段一人の時はこっちへ向けて、ちょうどハンドルの上あたりに真ん中持っていけばいいんだな。分かった。このままそっち側に乗り込む。分かったぞ。あ、いい感じだね。運転に支障も出ません。うん、デルタが少し見えなくなる程度です。あとライティングだけ気をつければよし。ガンライトつけてね。ワンコちゃん、ワンコちゃんこっち向かせるか。よかった。おい、この子もこっち向かせるか。おいって、よろしい。グッドでしょ、グッドグッドでしょ。夜になるとライト効いてくるからね。まだ外が明るすぎるからこんな調子です。それで夜、ネクストナイトビジョン。今度は、あ、入ってるような、入ってないような、よくわかりません。ここのモニターで見るとかなり暗いな。あれ、あれ、こんなはずではなかった。今何時だ、何時だかわかんねえな。でもってよ、この同じサイズのミニライトがなくなっちゃったのよ。なくなっちゃったの。どこ行っちゃったんだかね。さっぱりわからん。この中に入ってたらすぐわかるんだ。どこ行っちゃったの。どっか現場に置き忘れてきちゃったのかな。外では使ってないと思ったな。どこ行っちゃったんだろう。わかんねえ。あ、さてと、23分か。うん、あ、このまま行くか。今日 GoPro も持ってこなかったからさ、いいか、まま行くか。ライト消して、ライト消して、ほら、わ、結構ライト消してよ。ガンライトだけつけてる。これどう、多少違う。回しっぱなしだよ。落ちるなよ。いいか。返事がないんだよな。これ切るか。ちょっと明るすぎる。取れちゃった。まあいいや。今度は見えるから。ガンマイクさん、ズルズルズル滑って落っこっちゃった。お、危ねえ、危ねえ。
本でしょ。撮ってるよね。一応赤枠がつくようになったんだな。前ついてなかったような気がした。トッピオン発信。できる。このリモートでさ、電源のオンオフってできないんだっけ？どんなんだっけ？電源オフ。電源オンオフ。できないでしょうか？どっち切る？あ、こっちだ。電源フリ。そこまでできない？ストッピ。あのね、この暗さでもお目目を感知してるの。すごいね。この暗さでだよ。お目目のところに四角いのポコ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 出てる。おい。ね。すごいですね。走行中はルームライトだな。このルームライトを少し明るいのに取り替えちゃうか。こんな方法もあるね。なんとなくちょっとほんわかしたライトでさ、こうこうとつけるわけいかないから、ガンライトそこにあってつけるとね、やはり目がくらんじゃうからね。ほい。ただ今熊の角がもうすぐ入れるのに、外が少し明るいですよ。どっち方向？こっちがどっち方向？珍しい、一発で曲がれない。ダメだこりゃ。無理だな。いけるかな。うえ、止まっちゃうこいつ。あ、止まっちゃう。いや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 ストッピ。このサクションカップを買うときにさ、この形状だったらば、もしかしたらこのデルタウィンドウでクッてできるんじゃなかろうかと思って買ったわけ。見事にマウントできましたね。この状態でしてやっていければグッドグッドでしょ。あらららあらららら、よく信号引っかからんだけど、池袋着いた。ここはここはなんだっけ、ミテオロポリタンじゃなくて、なんだっけ、
前はここメトロポリタンだったのかな、確か。よで、ここはちょっと変な交差点でしたね。両方からこう車来るんだよ。両方から来るんだよ車。あ、なんかやってる。映らないか。なんかやってる。止められるかな。あ、大丈夫。止められる。止められる。女房に送らないとな。ポケーっと行かれちゃうと困っちゃうからね。すぐ帰られちゃうといけねえからよ。女房に連絡しねえとよ。はい、なんか落ちたんだよさっき。ポロってなんか落っこったんだよな。なんだろう、落っこったの。何が落ちたんだろう、わかんない。何かが落ちたんだよ、ポロって、ね、わかんないね。あ、これだ、これだ、これ。いいんだ、こんなもん。ならないな。ガンライト。先っぽ取れちゃう。すぐ倒れちゃうね。では、サクションカップ。言いにくいね。サクションカップマウント、終了。じゃあ、断ることね。また何かやってる。これ何だろう。なんでござんしょ。中入って怒られちゃう。入っちゃいけねえ。入った。入っただけ大丈夫です。入ってなさいな。何だろうね。なんかやってる。ここでストップで。なんだかわかりません。もう出た、もう外にいるんだ。早く出てくるの珍しい。いや、僕に呼び出される。どこにいるんだ。わかりません。どこにいるんですか。あれね。外にいるよとか言ってんの。あ、いたいた。いました。待ってた。Thank you.